お疲れちゃんです、ロットです。というわけで、今日はですね、なんと、にゃんこ大戦争をやっていきたいと思います。2本目のね、にゃんこになるんですけど、前上げたらね、多分1ヶ月ぐらい前かなっていう、結構ね、時間経っちゃったんですけど、まあ定期的にね、今後もにゃんこね、上げていきますので、ちょっとね、楽しみにしておいてください。で、今日はですね、まあ何をしていくかっていうのなんですが、前ね、めっちゃガチャ引きました。すげえ課金して、マジで、今日ガチャはね、さすがに引けねえと思いきや引くんですけども、ちょっとね、ガチャ後半に取っておいて、ちょっとストーリーね、進めようかなと思います。前回、強いキャラ、マジ伝説レアみたいな、マジで当たらないらしいんですよ、キャラ。伝説ね。それ引いちゃって、まあ、めちゃくちゃ強くて、結構進んだんですけど、すごいストーリーがね、いっぱいあるので、ちょっとね、先に進んでいきたいなと思います。で、前回ですね、僕多分、本当に、一つもクリアしてないのか、マジでステージ全然クリアしてなかったんですけど、今回ね、もう、めっちゃ進めました。この、日本編っていうんですか。なんか、日本とか宇宙とか、こう、なんか、いろいろあるんですよ。で、日本まず全部クリアして、しかもこの、宝を集めると、もっともっとこう、自分が強くなるんですけど、宝ね、マジで頑張って集めました。最後はまだ第3章だけ集まってないんですけど、マジこれ集めるのバカ大変ですよ。だから皆さんやったことある方は、マジでわかると思うんですけど、本当に集まんないの。マジで、めっちゃ大変。これは、マジで言わして、超頑張った。マジでこう、ちょっと休憩の合間とかに、にゃんこ開いて、あ、宝集めるかって、もう、こう、片手でね、ポチ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 って。猫出しとけばいいんですよ。猫に戦わせとけば勝てるから、もうずっとね、猫頑張って出してました。はい。というわけで、ちょっと日本編クリアしたので、今日はね、未来編やっていくんですけど、未来編も第1章から始まって、第3章までね、あんのかな？さあ、で、まあ、海外ですね。こんな感じでいろんな国があるので、ここね、先に進めていきたいなと思います。で、僕のパーティーね、どうなんだろうな。強いのかわかんないんですけど、このニャンコの、なんかいいところは、弱いキャラっていうのかな。一番初めからいるキャラとか、誰でもゲットできるキャラが結構強いんですよ。初期キャラですね。はい、初期キャラがだいぶ活躍します。なので、まあ、課金しなくてもやってくるっていうのがいいですよね。あともう本当猫出しとけば。言い方あれですけど、猫に戦わせればいいゲームなので、ね、現実で考えたらえぐいですよ。本当はダメですよ、そんなことは。けど、このニャンコのね、世界はマジ猫出しておけばいいので、ね、こんな感じでね、ちょっといろんな猫をね、出していきます。で、この右下のね、このジャンヌドルキ。これ伝説です。マジ持ってる人いないです。ほとんどいないです。クラロワ界隈のね、ニャンコやってる人多分俺だけです。いやー、これ気分いいですよね。で、なんか、この未来編になってくると、ステージをクリアする。初めて見た。なんか、未来編をクリアする速さが大事になってくるらしくて、なんか、ステージを早くくればクリアするほど、いい報酬がもらえる。ガチャ引ける猫缶とかもらえたりするらしいんですけど、でもこの、水色のアザラシが、マジでなんかブス。なんか、ね、イメージダウンしますよね。で、なんかこの水色のキャラが今までいなかったんですよ。で、この未来編から、なんかエイリアンなんですか？多分、エイリアン、宇宙人。なんか、まあ、そんな感じのやつが、この水色でね、新しく出てきてるみたいで、これね、ちょっと見たことないいろんな水色のやつがいるんで、エイリアンですね。それはちょっと見るのがね、おもろいので、いろんなエイリアンぶっ倒していきたいです。はい、伝説レア。チャンネル、最強。いなくても勝てるんですよ。いなくても勝てるんですけど、いると、まあ、もっと楽に勝てるよねっていう、僕の、まずジャンヌ打力バカ強いんでね。もう最強で。しかも、ユニレベも、今上げれるマックスぐらいまで上げてます。さあ、どんどんいきます。次は、インドですね。これ、ちょっと進めるだけ進めたら、なんか、対エイリアンの、なんかキャラとかもいるらしいんですよ。こう、相手ね、赤色の敵だったり、ゾンビの敵だったり、まあ、いろんな敵がいるんですよ。ゾウさんもいるんですけど、その、各、色っていうんですか、まあ、種類に強いこうキャラがあるんですよ。まあ、対ゾンビキラー、エイリアンキラーとか、まあ、いろいろいるの。ゾウさんめっちゃ来るな。ちなみに、ゾウバカ強いです、これ。相手のキャラで、結構出てきたら嫌なキャラなんですけど、その僕の、このね、伝説キャラのジャンヌ・ダルクの次にお気に入りなのが、この泥棒みたいなやつですね。あ、違った、裸踊りって書いてましたね、名前。この、なんか踊る人ですね。この子がめっちゃ強いです。火力が高いんですよ。単体攻撃なんですけど、
火力超高いので、この壁と一緒にね出してこいつでね頑張ってもらいまして、多分前ね僕リンゴゲットしたんですよ。前の動画見てくれたら分かるんですけど、てかまあみんな分かるか、分かる人には分かると思うんですけど、このリンゴをゲットしたの、リンゴ猫みたいな、猫リンゴみたいなゲットしたやつが進化して、あのこれ薫くんになりました。全然違う、マジでリンゴが人になるっていう、まあリンゴの中にいたんですけどね、なんかもう進化してちょっとねあんま可愛くなくなっちゃったんですけど、強いんでね使ってます。このままマジで伝説プレイ出してて僕負けることないんでね、本当に。だからもっともっと進めば負けるかもしれないんですけど、あとこれ金太郎ですね。金太郎がレンジャーになっちゃって、なんか進化するとすごい変わるんですよ。そのなんていうんですか、見た目も変わるし、ステータスも変わるしっていうので、ステータス変わるのかな、その辺ちょっとね疎くて、詳しくなくて申し訳ないんですけど、まあこうなったらもうねほんと出すだけなんですよね。でも時間とのね勝負なので、ナイスで宝がね欲しいです。普通のカレーですね。これなんかランクがあって、普通ともう一個下とさらにいいので最高っていうのがあるんですけど、最高の宝が欲しいんですよね。そういうのいっぱい集めると、なんかもっともっとこう、お財布の量だったりだとか、レーザーの威力だったりとか、そういうのがね、強くなっていくんですよね。まあ多分、にゃんこ僕より強い人めっちゃいると思うんですけど、僕はマジで初めて本当に1、2ヶ月とか、マジで本当にそんなもんなので、皆さんも多分一瞬でね、今始めたら一瞬で僕を追い越せるんで、ぜひ始めてみてください。僕もでも結構やってますよ。結構な量やってます。さあ、で、まずは、お財布をね、まず財布がね、でかくないと。財布こんだけちっちゃい財布だったら、お金入んないんで、ね、初手からね、財布ビッグに。はい、行きましょう。風格からね、入っていきます。で、ゴリラが来ましたね。さあ、ゴリラ来た。ゴリラは、まあ、火力高いんですけど、この UFO ですね。UFO と壁と、なんか見た目泥棒みたいなね、盆踊り。この3つが超強いです。僕にとってはね。ここを3つ出しておくだけで、壁役のね、猫。で、あと、範囲攻撃の UFO。で、あとは、単体攻撃が超強い泥棒。いや、間違えた。盆踊りですね。これ、名前変えてほしいけどな、見た目。ね、悪い人にしか見えない。さあ、伝説レア行きます。で、時間がね、大事なので、多分もっと足速いキャラとかいるんですよ。馬だったり、なんかいろいろ、うわ、待って、やばちょっと待って。気持ち悪い、ちょっと待って。これ大丈夫なん、これゲームでこんなキャラ出して。やば、よくない、よくない。やば、マジで、行く？やば。やばくないですか、今のキャラ。あれやばいなぁ。多分エイリアンっすね。マジで。あんないないっすもん。化け物とかの世界ですもんね。えぐいな。あんなキャラいるんですね。あ、出た。もう一回出てきた。やば。これやばいね。マジでえぐい。おもろいな。あんなキャラはもっともっと見たいっすね。さあ、というわけでね、どんどん行きましょう。タイですね。どうしよう、これで急にクリアできなかったら。ね。いや、いつか当たると思うんですよ。なかなか勝てねえなとかあると思うんですけど。今はね、やっぱ課金の力もあり、すごいスムーズにね、やれててバカ楽しい。しかもやりやすいもんな。これ出しとけばいいし、ちょっと休憩できるんでね。なんかこう、やっぱ大変なゲームって言うとなんかむずいですけど、説明がむずいんですけど、ゲームによってはこう目も離せないとか、もうマジでずっと集中してなきゃね。いけないゲームとかもあるじゃないですか。にゃんこはマジで本当に片手でね、ちょっとこう休憩がたりがてらにねできるからな、そこのすげえな、やりやすいっすよね。だってこんなに話しながらできないっすもん、普通のゲーム。わかんないけどね。さあ、やべえ、カンガルー強くなっちゃったんで、これ一回お金貯めて一旦ね許容します。許容してからの猫と UFO と顔面ナイスでもいっぱい出してあげて、このこたつもね地味に強いです。猫 TV って名前ですけど、猫タツだったんですよ。猫タツから猫 TV に進化して、さあ、お財布マックスできた。これもね、僕の勝ちですね。勝ち確ムーブ。まあ、あとユニットいっぱい出してあげて、イケイケ猫。もう猫って言われてもわかんないけどね。猫ではない。決してね。決して猫だけではない。うわ、やべえ、待って。ガガ来た。黄色、出た。しかも、水色。これ水色やばいんですよ、マジで。本当に。水色がやばいというか、なんかもう見た目がやばい。
やマジでやばこれガモエフィーな。えやばい待ってマジでやばい本当にやばい。え強くね。やばいやばい。伝説レアいきます。伝説ジャンヌ出して、いやマジであんなにいたのあんなにいたのにほとんどいなくなった。マジでやばい。さあカバ倒す。カバっぽいやつ。さあガですね。こいつだ強敵。でも伝説レアやっちゃってやっちゃってやっちゃうね。いや強いの。なんか威力めちゃくちゃ高いくせになんか攻撃す、頻度が速いんですよね。だからこれマジで強いんですよね。ナイス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 です。いやこれは強いな。いや俺のパーティー多分めっちゃいいですよこれ。真似してくださいぜひぜひ参考に。いやなるかわからんけどね。あーみんなジャンヌダルク持ってねえから作れないんですよね。基本作れない。伝説レアもういってほしいね。しかもなんとねちょっとこの後ガチャ引くんですけど、今伝説レアの出現率、あと超激レアの出現率なんと2倍です。やばいです。だって前普通に伝説レア当てたじゃないですか。2倍っすよ。もう今日3体ぐらい出しちゃうんじゃねえかなっていう気分でいます。今んとこね。いやー楽しみだな。ちょっとガチャも楽しみだし、ちょっとストーリーの猫も楽しみだな。さあ普通のね初期の色のね多分水色バージョンは多分そこまで強くないのかな。やっぱ大きいやつとかなんかもっともっといかちいやつはね水色版が多分やばいですね。さっきみたいに全部持ってかれたんで。さあアザラシ、いやこれは可愛い方のアザラシですね。なんか可愛くないアザラシもさっき言いましたけど、これはちょっと可愛いですね見た目は。お来た。あーこれですねいやなんか生えてんだよなこの辺に2本ぐらい生えてんだよな。さあ来ましたね。あれ強敵なんでちょっとそれまでにゾウさん来ましたね。それまでちょっとお金貯めます。お金貯めてお金貯めて、こっからですね。でお金貯めます。一旦貯めます。マジでこのユニットも捨てってね。はい、このユニットはもう頑張ってもらって。いやエイリア、え強っ。めっちゃ噛むの早いなよし行きます。こっからですね。一旦レーザーで時間稼いでからの、もういっぱいユニットやっぱ固めてあげた方が高い、強いので集団でねボコボコにしに行きます。あいつちょっと今ね余裕こいてます。行ってこい。まず壁からの伝説レアからの、近距離のね、火力高いやつらを出してあげて壁を一緒出していきます。で範囲も出しつつ、え待ってやべえ水色マジで強い。大丈夫これ。やばいやばい、タワー削られてる、タワー削られてる。危ない危ない危ない。さあもう一人ちょっと強いやつね、地獄軍曹エマっていう全然わかんない、マジでわかんないんですけど、金太郎でいいや。金太郎はこれバカ強いんですよね。多分伝説の次に僕のこの手札だったら金太郎が強いです。よし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 。いやこれもう負けないでしょ。てか伝説では2周目とか見きそうだもんなこれね。いやこうなったら負けないよ。さすがにも勝ち確演出来ましたね。あたすで、おい完全勝利ナイス。でスコア報酬がねもらえると普通のバナナ、普通らしいですね。よし、いやめっちゃ進むな。シンガポールですね。シンガポールとか海外ほとんど行ったことないんでね、ほとんど行ったことないです。韓国、台湾、中国ぐらいかな。それぐらいはあるんですけど、マジで基本だから当面とかヨーロッパだからそっちのね、ちょ行ってみたいっちゃ行ってみたいんですけど、もう行ったことないんでね、わかんないですね。あ出た、シンガポールこれだ。おしっこの像が有名なやつですよね。マーライオンかマジで失礼すぎるやろ、本当に最低すぎるやろ。自分で言うのもあれだけど、さあ相手なんか早くね俺タワーもうやられそうなんだけど。さあ泥棒くん出して、まあ耐えていきましょうか。マジ序盤はお財布あげるの優先です。こういうゲーム僕自分で言うのもあれなんですけど結構得意なんですよなんか自分で言うとマジでなんかやべえやつになっちゃうんですけど、ゲーム好きなんでね、こういろんなゲームやってきたんで、こうやっぱ序盤はねできるだけこう、まあ、自分の基地を大きくする準備段階なんですよ。ここはねお財布マックスにするのが大事で、後半がね勝負でもちょっとスピードも大事なんでね。そこちょっといっちゃうか。で今回赤い敵がいるじゃないですか、この、カオルくんと猫盆踊りっていうの、裸踊り盆踊りはね、赤い敵に強いんですよ。だからね多分勝ちやすいんですよね比較的に。でまあ伝説レアも赤い敵に強いのか。でただただぶっ壊れなんでね。
きます。はい、最強。最強だし可愛いし、ちょっとなんか見えてるしいいね。うん、え、やばいやばい、待って待って、やば、同じ仲間来た、仲間仲間、頑張れ頑張れ頑張れ、やられんな、マジ。ミラー対決ミラー対決、相手なんかちょっと赤い。え、あ、ナイス。いや、これ多分伝説が強かったですね。いや、びっくりしたな。しかも動くの早かったしな。初めて見ましたね。なんかいろんなキャラ出てくるな、マジ。無限に出てきそう。さあ、ナイス。イージーですね。さあ、続いて。オーストラリアですね。オーストラリア。いきます。で、これいくと、もうね、なんか、あれがあるんですよ。そのニャンコって経験値じゃないな。スタミナ？スタミナがあるので、これいくと、あ、コアラだ。かわいいね。見たことないけど。でもコアラの敵とか出てきそう。コアラ猫とか言うて。もう、何やそれ。ちょっと、うー、カンガルーか。うん、はいはいはい。え？やばい、待って。2体も出た。3体目？はい、出てこない。これちょっとね、1回お財布上げて戦います。カンガルーね、多分、結構強いんですよ。結構強かった印象あるんですね。さあ、火力でね、僕も戦います。で、壁を出してあげるのが大事。じゃないですね。で、財布上げて、いや、めっちゃ金もらえるな。カンガルー。ね、あの懐に子供と一緒に多分金大量に持ってますよ。3000円くらいくれたもん。一体倒して。美味しすぎん？さあ、最後はね、もうこっからはもう、ジャンヌダルクギーです。ジャンヌ。えぐいんですよ、この子。さあ、ジャンヌと、まあ、壁ですね。あ、やべえ、来た。強敵。このガーエグいんだよな、マジで。これ、蝶々って呼ぶ人いる？ガだよな、どっからどう見ても。俺間違ってないよな。なんか怒られそうなんだよな、なんかポノスの人に。ガっていう表現やめてください。でも、ガっすよね、これ。大丈夫だよ、さすがに。誰がどう見ても蝶々ではない。うん、猫でもない。うん、よしよしよし。さあ、来ましたね。もうフルコンボ。もう全てが揃いました。これは勝ち確です。ナイス！さあ、めっちゃ進むね、これ。えぐいぐらい進むのがね、スムーズすぎて楽しい。というわけで、ちょっと次のね、え？もうほぼラストぐらい来たんじゃない？なんかもう国じゃないもん。国じゃねえとこ来たんですけど、ちょっとスタミナがないので、ここまたね、次回、いけたらなと思います。というわけで、ちょっとエイリアンがね、いろいろ出てきて、まあ、ほぼ負けないんですけど、1試合だけね、まあ、数試合だけか。ちょっとピンチな試合もあったので、ちょっと対エイリアンに強いキャラをゲットしたいなと思います。今日は全部は使えません。猫缶これ集めるのめっちゃ大変なんですよ。そう。まあ、セールっていうんですか、運営からおすすめですよって。セールが届いたんですよね。おすすめって。おすすめって言われたんで、まあ、ちょっと悩もうかなと思ったんですけど、悩まず速攻買いました。でね、ガチ、今いっぱい引けるんで、ちょっと、ギガントゼウスと、このドラゴンエンペラーズ、やっていきます。で、プラチナガチャは、3枚あるんですけど、なんか僕、こういうのちょっと取っておきたいタイプなんですよ。なんで、今日は1枚だけね、1枚だけこれ引きます。最後にね、引きたいと思います。さ、まずギガントゼウスね、これなんか、はじめ、750で引けるのめっちゃありがたい。マジ、超激レア濃い。で、伝説レアも今出んのか、2倍で。マジで伝説濃い。伝説来たらいいけど、ボクサー持ってますね。でもこれ持ってるんですよね。なんか持ってなかったらこう、すごいのが。いやー。え？かぶりし、お、待って、初めて見た！あー、劇か。劇はちょっと足らんっすね。猫スケート。うわー、マジか。ほぼ持ってるもん。うわ！みかんさんや！ゴリゴリ！ちょっと待って、でも激レアなんで、いらないっすね。さあ、うわー。11連ですね。なかなか当たらんかったですね。超激レア当たらんかったですね。で、今ギガントゼウスを引いたので、ちょっと一回ドラゴンエンペラーズいきます。マジで超激レア欲しいですね。本当に11連いきます。頼む。11連、1点欲しい。マジで1点欲しい。頼む。違う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 。もう全然見た目がもうね、エボい。ドラゴン。いや違う。3回目、4回目。うおっ、マジか。なんか、ね、いたような、すごい強そうな気がしたけど、激レアでしたね。お、え、待って、来た！来た！超激レア！え、絶対強いでしょ、これ。青龍メギドラ。ちょっとみんなどうなの？ちょっと後で調べちゃおう。いや、まぁ、今回も1体出たからね。さすがに。あー、出ないですね。
青龍メギドラでしたね。え、見てやばくない、この広告みたいなやつのほんとほぼ一番上、やばくないこれ、青龍メギドラ。え、めっちゃいいの俺当てた説ないですか、もしかして。でこっちのガネーシャ、アフロディーテかな、アフロディーテがめっちゃ強いらしいんですよ。でいいってちょっと書いてたのでアフロディーテ狙います。いや伝説レアも今出るからね、マジで来い。伝説引いたらマジで神。うっ、まあまあそんな気はしたよね。めっちゃいい香りはしてなかった。うわ、惜しいな、激レア攻め。熱い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 。うん、血が、うお、来た、絶対来た、絶対来た。だって顔面に収まってないもん。何これ、ハデスや、ハデスって絶対強いよね。え、噛みすぎ、これよう出るな。あー、頭良さそうなんだが弱いな絶対。え、寿司か、うわ、ぎっきりやか。まあ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 、わからんことはないよね。ただただ寿司に喜んだだけ今のね。うわ、来た、え、やば、ちょっと待って待って、え、これやばくない、クロノス。いやでも熱い、え、待って、また来た、やば、ちょっと待って、こんなにゲットできる、アヌビス。え、いや、カビ引きすぎ？そんなゲットできる。はい、種類ですね。ゼウス、アヌビスですね。これゲットした。で、あとは、あ、クロノス、ハデス、やば。このガチャのシリーズ僕じゃあめっちゃ当てたっすね。え、ちょっと待って、でも俺これドラゴンより意外とこっち派なんだよな。ちょっとアフロディーテ狙ってもう一回いきます。やば、3体も超激レア一気に来て、やば。えぐいな、伝説欲しいな。0.6% っすかね。もともと 0.3% で、今 0.6% に上がってるんですよね。0.6% は引けねえよな。ぶっちゃけ引けねえよな。と見せかけて。あ、一体もね。あ、来た、持ってない、持ってないよな。かわいい、しかも。アマテラス。ニュー。あ、来た、なんや君。ポセイドン。え、ほぼ制覇、ほぼ制覇。あとゼウスとあのアフロディーテぐらいですよ、マジで。えぐい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 。あ、2体か。まあ2体でもいいでしょ。やば、ほぼ制覇しちゃったっすね。いやー、マジかよ。ドラゴンラストいっちゃおうぜ、マジで。引かなきゃいけないでしょ。ドラゴン引いて、最後ね、プラチナガチャだっけな。1回だけ引いてね。今日は終わりにしようと思う。うっ、来た、めっちゃ強そう。最強でしょ、これ。バルス、バルス、バルス、バルスってなんか学生時代の頃流行ったな、バルス。え、来た、イカチイカチ、真ん中になんか猫おるやん。グラディオス、なんかあんまタイプじゃない。え、これ今ゲットした、さっき。わー、まあ、かぶる、これそんなかぶるか。いやでもめっちゃ当たってるくね、超激ドラ、激ドラ、超激レア。もう一枚欲しいな。いやー、秀才いらん。もう一枚、もう一枚。うわぁ、マジか。まあまあまあ、でもそこそこ今日で超激レアゲットしましたね。さあ、そういうわけでラストね、超激レアが絶対出ます。たぶん、もうめっちゃイカチーやつ欲しいね。もうこの辺のね、限定キャラとかもね、狙っていきたいと思います。来い。リアクションむず、これ。なんやこれ。ラスボース。いやー、とも言えないですね。これはね、そこそこな感じがしました。ちょっとこれはね、マジでゲットできない、チケットなので、またね、動画上げるときに、一回ね、毎回一回ね、引いてくれてたらな、と思います。だけで、ちょっと、めっちゃ強化されまして、ちょっとまたね、いろんな、パーティー組んで、次回ね、もっともっと進んだとこからね、始めれたらな、と思います。ちょっと皆さんも、にゃんこ大戦争ね、マジで楽しい。僕、ほんと始めたばっかなんですけど、ゲーム性もシンプルだしね、進めやすいですし、初心者でもね、多分、スラスラ進めます。というわけでね、今日はね、以上になります。今後ともね、にゃんこ動画も上げていきますので、ぜひ、よろしくお願いいたします。では、チャンネル登録してね。